O-16 はアメリカ海軍の潜水艦、O 級潜水艦の一隻。O-16 は1916年10月7日にカリフォルニア州ロングビーチのカリフォルニアシップビルディング社で寄港した。1918年2月9日に IH 名フィールドによって命名浸水し、1918年8月1日に艦長、 WM クイングリー隊員の指揮下収益した。第一次世界大戦の末期に収益した O-16 は戦闘に参加することはなかった。戦後はニュージャージー州ケープ名に移動し、1919年9月20日に監督入りする。10月に O-16 はフィラデルフィアへ向けて出港、12月29日。 上部構造で火災が発生したが大きな損傷を受ける前に沈下した。1922年、O-16 は潜水及び相関試験のため、パナマ運河地帯のここソロに配備された。O-16 は O-12、O-14、O-15 及び潜水母艦ブッシュネルと共に巡航1月26日に、キューバのグアントナモアンに到着し、 その後もバージン諸島海域での巡航を続けた。4月にここソロに帰還、同地で電気技師と帰還技師が調整のために上官した。1923年11月、O-16 はフィラデルフィアに向けて出航し、同地で1924年6月21日に退役した。収益からちょうど5年半であり、フィラデルフィア海軍造船所の司令官に指揮権が、 変換された。1930年5月9日に除籍され、館はロンドン海軍軍縮条約に従って1930年7月30日に廃棄された。ありがとうございます。